どこに行こうかな。一番のアトリエにも。これを記念して使った道具を元通り安心補充サービスの永久値引きをするです。どれだけ補充しようがずっと値引き、補充されればされるほど大赤字の出血大サービスです。そう言われると使うのが悪く思えちゃうんですけど。いえいえ、お気になさらず、せっかくですのでどんどん補充していってください。私が晩ご飯のおかずを一品我慢すればいいだけですから。使わせてもらいますけど、ご飯はしっかり食べてください。ポルダリアさん、どこ行く、どこ行く。お二人ともいらっしゃいませ。ポルさん大丈夫ですか？元気ないみたいですけど。すみません、お客様に悟られてしまうとは。商売人失格です。実は最近
量販サービスをやりすぎてしまっていて、以前お二人にも心配していただいたのに。フラフラじゃないですか。今すぐ休んだ方がいいですよ。いえ、商売人として一度お店を開いたからには途中で閉めるわけには。もう真面目なんだから。わかりました、せめて差し入れをさせてください。あ、それいいかも。はい、どんなのがいいですか。何だってお届けしちゃいますよ。差し入れ、それならミルクを飲みたいです。え、ミルクってミルクですよね、牛のお乳の。はい、そのミルクです。本当にミルクでいいんですか。遠慮してません。いいえ、してませんよ。なんといっても私はミルクが大好物ですから。なるほど、そういうことならわかりました。体が元気になる美味しいミルクお待ちしますね。